はい、皆さんこんにちは、ニマトリックの池田です。こんにちは、坪井です。こんにちは、溝井です。はい、もう溝井登場会といえば、ツイモーション、はい、ツイモーション新機能が登場したということでね、先週あの坪井さんにも、何でしたっけ、ツイモーションクラウドですね、あのクラウドにアップロードしてその URL を共有するやり方を教えてもらったんですけど、今日はどんな機能を教えていただけるんでしょうか。はい、その延長の機能で、クラウドサービスを使ったパノラマです、ね、パノラマ、ツインモーションのパノラマ、実際の画面で見てみましょう、はい、ちょっと池田にも分かりやすく説明してください。はい、じゃあ実践でちょっと見ていただきます。はい、でこちらが、ツインモーションのパノラマをクラウドにアップした管理画面というか、自分の画面になってきます。この画面は前教えてもらったんですよ、坪井さんと、はい、でここにあのパノラマセットができるようになって、でアップしましたら、この右側の表示を押していただくと、はい、パノラマセットを読み込んでいきます。早いですね。はい、で、最初にこのマウスの使い方、ナビゲーター出てきますので、まあ、さっと読んでいただいて、あとはもう閉じていただいてという形ですね。はい、でまずあのパノラマですね、360度パノラマということで、ここを起点に360度のまずこれ画像なんですよね。あ、画像なの？動画じゃなくて画像、動画じゃなくて、画像になります。ということは動いたりはできないってことだよね。はい、でさらにこう動きをつける場合は、ちょっとこちらにですね矢印があるんですけども、この次へって押していただくと、こう次の視点に、これ玄関前ですね、はい、この視点が変わるというのはツインモーションの特徴やったもんね、前教えてもらった。そうですね、はい、でここの視点も、このバーを開けるとこう4視点あるんですね。ほうほうほう、はい、でこちらの視点から移動も当然ちょっと戻りますね、こういう形でできて、で視点移動、じゃあ続いて玄関周りアプローチを見ていきますね。玄関も360度、はい、上も下も、下も、はい、すごい、見ていただけます。ああ、そっかそっか、さっき言ったとこから玄関に入ったのか。そうですね、で若干ですが、まあホイールで拡大、ああこれは移動してるんだけど拡大してるってことね。でも移動してる感ある、拡大やのに。なんか目の錯覚というかね。はい、錯覚ですけども、まあ、拡大ですね。じゃあちょっと中に入っていきますね。はい、中入ってもらうと、おテレポート、中から庭を眺める視点ですね。はい、形で見ていただいて、で最後、中庭の方に出ていくという視点ですね。あ、今この中から見てました、4枚がセットになってるから、さっきパノラマセットって言ってるんか、そうですね、はい、これが今4枚ですけども、こちらの枚数は、ユーザーさんの方で枚数の方が選べるという、はい、で今回は4枚で作ってますというところです、はい、前回紹介したのは 3D モデルをアップロードしてたんで、時間もかかるし、見る方も、見る人もこうダウンロードに時間かかるっていうデメリットがあります。まあ自由に動き回れるっていうメリットはあるけど、まあでもメリットとしてはそれぐらいかな。他にはでも、この間のは自由には動けたけど、やっぱ動かすたびにカクカクしてたんですよ。そうそうそう、ブラウザでやるからどうしようもないとかって。そうそうそう、回線速度によるんですけども、これはもうそうやって4枚の画像をこうダウンロードして見れるので、軽いし綺麗だと思います、やっぱり、その 3D モデルと比べてね。上もさっき上も下も入れたってことは、球体にさっき貼っつけてあるみたいなこと言ってたけど、まあその作り方をじゃあ今日は教えてくれるってこと、はい、この間のやつより絶対こっちの方がいい気がしてきた。じゃああともう一つ、あの夜景もご覧いただきたいと思います。おお、見たい見たい、早い、前回と比べたらだいぶ早い、はい、はい、おお綺麗、はい、あ綺麗で、いくつか、はい、照明を入れさせてもらってるプランです。おお、
ぐるっとしてください、ぐるっと、あ、綺麗綺麗、あ、いいですね、いいですね、いいね、はい、じゃあ室内行きます、はい、はい、おお、あ、めっちゃいい、室内から見た時の庭の明るさって割と重要ですもんね、はい、確かに、そうです、やっぱりこうプランによってこう見せたい箇所っていうのは割とこう限定されてくるので、前回紹介したのは操作する人任せで自由に行けれるんですけれども、こうね、見せたいところをこう、うん、フォーカスできる、フォーカス、そうそうそう、フォーカスした提案ができるのは提案できるめっちゃいいですね、うん、まあ、どっちかというとこっちの方がいいですよね、絶対こっちの方がいい、うん、こっちの方がいいと、いいと思います、うん、前回のちょっと、まあ、前回紹介したのに前座感がちょっとあるそうですね、あとちょっと私触ってみて感じたことは、あのこのパソコンで今ブラウザでやってるんですけども、うん、やっぱりあのこうスマートフォンだとやっぱりこう、うん、手で操作できるんで、うん、こう直感的に操作できるのがいいですよね、うん、あ、そっかそっかそっか、ブラウザやから別にスマホで見たりとか、はい、でちょっとした拡大やったらさっきみたいなのができるってことか、はい、うん、そうですね、はい、この作成方法について説明していきます、はい、はい、教えてください、はい、じゃあツインモーションのデータ開きました、はい、はい、非常にあの簡単な操作でパノラマ作れます、うんうん、まあ、例えば普段ですとこう静止画作るためにこの静止画から、うん、こうアングルを多分いくつか作ってると思うんですね、うん、で夜景とか、はい、うん、これはもう今までのこう静止画を作る作業と一緒です、うんうん、でここからこうパノラマセットを作るにはこのメディアのこのパノラマですね、うん、ここに同じ視点で1個作ります、はいはい、でここからもう反復作業になります、このアングルにします、うん、パノラマでパノラマとしてこのアングルを追加します、はい、で今、パノラマを作ったら一番右側にこのパノラマセットっていうボタンがあるのでこれを押します、はい、はい、でパノラマセット作成のプラスを押すと、はい、ここにですねメディアを追加するにはここをクリックありますんで、これをクリックします。そうすると、ああ、さっき追加したやつが出てきて、はいはい。パノラマを出てきて、そうですね。これを4つ、はい、これ一気にいけますんで、はい、ドラッグで持ってきます。はいはいはい、おお。で、これでパノラマセットの完了です。うん、はい。で、最後こちらのエクスポートで、そうですね。ここからはこのアセットを指定してですね。あともうエクスポートすれば、うん、あの右に出てたサムネイルとか、はいはい、あ、こあそこも自動でこうやってくれますんで、あと、意味がわからん。なんでなんでよ、だって静止が一視点の静止がしか撮ってないのに、なんで右も上も下も撮れたん。それはこのツインモーション内には3次元空間がもうできてるから、自分の立つ場所だけ指定してあげたら、そこから360度を見渡した球体画像をツインモーションが作ってくれる。はあ、すごいな、ツインモーション、うん、天才じゃないですか。いや、あんま言うとリクキャドが盆栽みたいだけど。いや、そういう意味じゃなくて、なんかすごいこと考えるなと思って。あと時間で言うと、大体まあ物件にもよるんですかね、まあ、大体15分前後ぐらい見ていただければ、うん、エクスポートが完了する。意外とかかる。ああ、そこはやっぱり画像、まあ要は360度のこうレンダリング画像を作ってるみたいなことなのかな、ね、それがちょっと時間かかるっていうことか。そうですね、でもこれさえできたらアップロードも一瞬やし、はい、展開もさっき一瞬でしたもんね、はい、ええ、一緒です。ふんふんふん、うん、今来ました、私のスマホに。普通に今送ってもらったやつ、こうやってパノラマで見れる、上にも下にも。今夜景なんですけど、うん、月があるし、うん、めっちゃ操作性いい、めちゃくちゃ操作性いい、何にも負担なくっていうか、めちゃくちゃ綺麗、そしてすごいソファーの質感とかもすごいな、面白い、めっちゃ面白いですこれ。もうちょっと画面見せてもらえるかな。床だけとか。そう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 、スマホの裏しか見えてないんだけど。
あ、はいはいはい、今移動したの分かりました。ちゃんとスマホのレイアウトに、しましたね、うん、はい、対応してますね。おお、スムーズに動いてます、ね、めちゃくちゃ綺麗、本当に綺麗、すごい楽しい、意外と拡大も結構なとこまでできますよ。スムーズですか？うん、拡大も全然スムーズです。回転のロック解除したらこれ横もいけちゃうんですかね。ああ、そっかそっか。なるほど、横で見ろっちゅう話ですよね。うん、見てみたい。めちゃくちゃ綺麗です、うん、で操作性も全然問題なくできますね。またちょっとサンプルの URL は別途あの概要欄の方に記載しておきますので、うん、そうですね、うん、あのぜひスマホからアクセスして見てもらったら、うん、そのちょっとこの、ね、テンションが上がりっぷりが分かってもらえると思います。はい、すごい、本当すごい、めちゃくちゃ綺麗、開かないとか重いとか操作しにくいとか、うん、全くノーストレスなのが本当にすごいと思います。はい、ぜひあのまたこれでね、あのリクケードお使いの皆さん、ツイモーションお使いの皆さんのプレゼンの幅がさらに、ね、うん、広がったと思うの で、ね、本当にぜひぜひご活用ください、うん、はい、それではリク TV トピックス、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。